サメと一緒だな。懐かしい。あれから1年も経ってないのに、ずいぶん昔のことみたい。あの頃新一はもう私のことを好きだったのかな。そういや、あん時もここで待ってたっけ、このサメの前で。けどよ、下見ならラン一人で来りゃよかったんじゃねえのか。私だって分かってるよ、新一がこんなラブラブなデートスポット私なんかと来たくなかったってことぐらい。もう新一しか。だから別に来たくなかったわけじゃなくて。じゃあここにあるカフェにも付き合ってね。本当の本当は新一と。ねえ新一、ん、どう？どうって？服よ服、結構お気に入りなんだけどこのワンピ。いいんじゃねえか。それだけ？それと街角スナップで遅れたからってここまで走ってきたようだけど、今日はもう走るなよ。え、どうして？そりゃまあ悲しくなるからだよ。はあ、なんで私が走ると悲しくなるわけ。まやっば、降ってきやがった。じゃあ走って帰ろう。おい、走るなって言っただろ。だからな。でも本当のところどうなのかな。あの頃新一は私のこと、あ、やば、無性に聞きたくなってきた。それでさ、ちょっと聞きたいんだけどさ、あの時新一って私のことを。走るなって言ったことだろ。おそらく利き手の右手を怪我してたから複雑な操作が必要なメールは打てなかったんだ。そうよ、空手の稽古中に。でもなんでそれで走っちゃダメなの？そりゃそんな指じゃはめられないからだよ、ブラのホック。はあ？その子は風邪だし、わざわざ母さんのところへ行ってつけてもらうのは考えにくい。つまりあの時ランはノーブラだった。ノーブラで走ると胸が揺れまくって。ちゃんとつけてたわよ、スポーツブラ。え？それ